見てないんで。あ、僕は神宮寺さんが弁当買ってきたって言えます。あ、そうなんだ。あ、じゃあローラーだ。はい、ローラーでいいです。弁当から出てきた。僕は弁当から出てきたんですか、僕。待って待って待って。おやすいともどこの配信も。もう一本さえいけないや、どうしてだよ。遅っ。ありがとうございます。また筋肉の戦いだったんですか今。いやマジで、はしご登ってる時にゾネキさんが持ち前の筋肉で夏目とエロちゃんを蹴落として上がっていきました。うわ、なんかね、持ち手が曲がってたんですよね。グニグニですね、手形に。うん、 L 字ってほどやろうとしました。あ、もう、え、いや、してないです。なじゃあ、あの、あれですよね、多分、僕のことやろうとしましたかって言いましたよね。多分それ言われた理由が、僕アーカイブ分けで右に行った時にアメネコさんが、貨物室側から来た時に僕が多分アメネコさん側にちょっと動いたからってことですよね、多分ね。あ、今やろうとしたよねみたいな、そういうことですね、多分。やられかけたかなってちょっと思っただけ。達人同士の間合いの話ってことですね。あ、そうですね。なんかちょっと僕が一瞬踏み込んだように見えたなと思いました。まあ別にそれで疑ってはいないですけど。俺の間合いに入ってきたら切る。踏み込んだんですけど、ちょっと空振りしましたね。そんな感じです。レジさんですね、多分これね。はい。空振りしました。間合いか。いやー、釣れなかったか。間合い考察か。達人の間合い。ダウンロードしてからキッチンに来た。闇に隠れて生きる。よし。ピンク茶色緑。ピンク茶色緑。ピンク茶色黄緑。ピンク茶色黄緑。ピンク茶色黄緑、ピンク茶色黄緑、ピンク茶色黄緑。神宮寺です。あ、でもその前アメリコさんの話ってどうします。僕ちょっと今テンポ的で弁当開いたんす。あ、僕も同じことが言います。はい、まあだいぶ先にアメリコさんの下の話からしますか、どっちからしますか。あ、神殿図情報は一応持ってるときだけ言っときます。先どうぞ。神殿図、あ、7秒前に確認したときには死んでましたっていうだけなんですけどね。あの神殿図、はい、神殿図を、はい、あのアメコさんは通信室1回目の時に来てて、ピンク茶色黄緑が消えて、でエロちゃんと一緒に、宿舎前からボタンを押そうとしました。弁当見たのは何秒前ぐらいですか。今です。あ、まあ、直前です。あ、多分2人とも同じこと言うと思うんですけど、あの、なんか展望デッキの左側の弁当が開いて、はい、って感じです。その前に、コミュニケーションのところから、武器庫行くだった時にトゥンさんがコックピットに抜けるのを神宮寺見て、で、武器庫入り、で伝言、LG さんを武器庫の中で残して展望デッキ入った時にペントが来ました。最後の最後で。あ、すいません。武器庫に残して展望デッキだときに、僕は、そのまま武器庫に行かず展望デッキに行って、展望デッキのアップロードしているときに帰ってきたらペントができたって感じなんで、まあ、お互い否定できます。ローラーなんですか。あ、いや、LG さんがペント入ったっていう頭は全然ないです、僕は。ただ今弁当が開いたなっていうだけです。そこそれしか見てないんで。あ、僕は神宮寺さんが弁当が出てきたって言えます。あ、そうなんだ。ローラーだ。
ローラー。はい、ローラーでいいです。弁当から出てきた。僕は弁当から出てきたんですか、僕。やめて、待って、待って、はい。俺が、武器工具を上に上がってる。いや、俺見てないですよ。俺が、レジさん、いいですか。僕は武器工具から、エンジンルームが上に上がるときに、神宮寺さん下に下ってるのを見てるんですよね。はい。だから。そうですよ。エルちゃんさんともすれ違ってますよ。じゃあ、それ何秒前ですか、ちなみに。10秒前とか僕はあの、出てきたのを見たので、そしたら僕目線だと、で、弁当入ってまた弁当ができたのしか見えない。え？何言ってるんですか？出てきた瞬間、それとも、おかしい、ローラー。レジさん、これおかしいっすよ。あ、まあまあ、知らなそれだと思ってたんだけど、これ。あ、レジさんが見られたと思ってんのか。から同じことが言えると思ってって言ってたのか。すいません、脇位置が悪かったです。いや、あの、とりあえずあの LG さんが言ってることが意味がわからないんですけど、はいはいはい、詳しく弁当からもう完全に出てくる人を見たのか、LG さん目線で大丈夫です。LG さん、はい、もっと詳しく、展望デッキから、展望デッキのアップロードして帰ってきたところ、下から上がってくるじゃないですか。上がってきたところで、弁当のところからパッて開いて出てきたのを見たので、僕目線神宮寺さんなんですけど。俺もちょっと前に神宮寺さんとキッキーの武器の間ぐらいですれ違ったんですけど、大切なことってこれ多分エレジーさんの主張に対して神宮寺さんが意味がわからないとかではなく、神宮寺さんの視点の話をすることだと思って。あ、そうだ、です、任せます。じゃあ聞きます。はい、神宮寺はエレジーさんが弁当から出てきたことは確認できていません。配線タスクを終わったやってる時に、まあ、ほぼ終わりかけなんですけど、ちょうど左側の視界外に弁当がポンと開いたのを見たのでっていうだけです。で、LG さんは僕視点は、エルちゃんさんと武器庫、エルちゃんさんだと思ったんですけど、トゥンさんすれ違って、で、その後に武器庫内で LG さんが下のタスクのところにいて、その状態でキッチン入って展望デッキの右側の配線タスクをやっていました。で、弁当が開いたのが見てすぐに、あってなった瞬間ボタンだったんで、助かりましたみたいな状態です。じゃあ、他、クロムさんと夏目さんとか、クロムナツメはアーカイブ分けで、自分昇降機行ったり来たりって感じで、多分クロッカーはシャワー室か貨物に。絶対無理ですか、もうその弁当まで行くの。弁当否定できますか。弁当で絶対無理だし、先端さんの。あ、じゃあそれだけじゃないです。他の方は あと誰か聞いてないの。もう俺話してないよ。カキさん、キッチン脇で展望デッキ行って武器庫通信、最後の場所だけで大丈夫です。キッチンです。まあでも否定はできるか、的に。まあ浮き位置ではあるけど。ローラー開始。どうすればいいですか、これ。あ、僕は神宮寺さん。僕はエレジさん、エレジさんですよ。ですよね、まあ。エレジさんに入れるんですか。あ、まあ、いいっすよ。全然、一応神宮寺さんを釣るかどうかの話してください。僕、まあ、一応神宮寺さん持たないと思うので、お願いします。トゥンさんなんじゃないの、弁当。ほら先おかしくね。あー、でもまあ、でも見たっていう人なくね、エリディさんが。なんかロラ先が神宮寺さん視点は何も拾えてないのか。そう、でも神宮寺さんの視点が伸びてなく、エレジさんはもう神宮寺さんっていう主張しかしていないから、あ、神宮寺さん目線の黒の人をすればいいと思ったけど、まあエレジさんも入るのか。でもエレジさんが黒だとして、待って、エレジさんが黒だとして、神宮寺さんが弁当しか見てないっていうのに、わざわざ神宮寺さんが出てきたっていうのはちょっとよくわかんない。わかんないから神宮寺さんに入れちゃったっすね。俺もそう思って。いや、僕が一番わかってないです。なんで僕に黒塗りしてるのか。いや、違う、ごめんなさい。神宮寺さんの視点が一番伸びると思うので、神宮寺さんの視点を伸ばさない限り客観目線の精査ができないです。
僕の視点としては、今言った通りで、ただ最終的にはトゥーンさんがコックピットに抜け、で LG さんがいて、あの武器庫にいた状態で配線タスクやっただけなんですよ。でベントが開いた、ベントが来た人を見ていない、以上です。それはだからジングジさん目線はトゥーンさんが怪しいってことですよね。うん、そう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 、僕目線はトゥーンさんかなと思ってるんですよ、ベントから来たのは。調べていいですか、通信室でコミサボ直し、あ、僕直してないですけど、行った後エンジン、メイン、シャワー、アーカイブ右上まで行ってるんですよ。なんで、神宮寺さんとはすれ違ったんですけど、僕はコックピットに入ってないです。いや怪しいな、怪しいな、すごい。でも合ってないですよね、メイン。クロムさんとか合ってないじゃない。アメリコさん通信室来たって話してましたよね、コミサボ直しに。はい、うん、で、コックピット入ったんだよね、俺と一緒に。で、俺はハンドル回すタスクをやった後に、武器庫行ってるから、そのままアメリカさんの中入って、だから LG さんかばったのかなと思っちゃったのね。ああ、なるかもしれない。ああ。かばい方が自分を犠牲にしてのいやいや、なんか俺別にそう見えちゃったな。左にいたのは確実だから、アメリカさんが。アメネコさんとエロちゃんの2人でコックピット入っていた。とりあえず、そのスッキリさせるのはジグジ釣りでもいいですよ。ここの状態になるんだったら、釣りたくなかったけどな。いや、もう、たぶん、ジグジさんの視点。僕視点は、トゥーンさんは匂います。お伺いしましょう。よろしくお願いします。あ、ここにストレート。どうしたいんだ。トゥーンさんだと思うけどな。みんなの意見が知りたいな。皆さん誰が弁当に入ったと思いますか、率直に。ジングリさん、エロちゃんは？いや、わかんない。どっちもあると思ってる。LG さんか、神宮寺さんですか？うん。ゾニキさんは？ああ。いや、比率の問題で確定は言えないんですけど。LG さんと、神宮寺さんどっちかにいるか、それ以外かで大丈夫ですか？確実に1インポスターは落ちてるでいいのかなって思って。ね、だった場合神宮寺さんが、の主観の視点が落ちていなかった状態でレジさん釣ったのミスだと思ってて、うん、だった場合、トゥンさんまで釣らないと多分議論のせい。そう、僕もトゥンさんまで釣りたい。週末がつかないっていうのはあるが、うん、ここで止めとくのもあり、白でだと 思って止めるのもあり、うん、あるか、LG さんのベント偽装はあるのかもしれない。うん、どういうことですか？するメリット何もなくないですか？生き残れると思ったとか。神宮寺さんの反応を見て、まあそっか。ないな。だって神宮寺さんが先にベント情報を出して、神宮寺さんが LG さんが出てないって言ったのに、LG さんが。ないないないです。大丈夫です。黒川さん。LG さんの見間違いとか。いや、神宮寺さんも見てる。そしたら神宮寺さんも見間違いことになる。ん？いや違う違う、だから僕トゥーンさんだと思ってて、弁当使ったのが。ああ。LG さんの見間違いで。あ、そういうことですか。で、うん。じゃない、それが一番、だって僕、だって特に見てるし、コミュの後。確率一秒っていうなら全然。ああ、見間違いを取って。どうします？してください、僕まで。なるほど。はい、見間違いを追って。見間違いを追ってないので、一応落ちてると思ってはいましたが。あ、まあだけど、なんか終わりが見えなそうだから申し訳ないです、トゥンさん。いや、ありがとうございます。それで、ああ、なるほど。もちろん、ありました。と、カキさんぐらい、あと、そうっすね。花も受けるのは、はい。カキさんまで釣る定期ボタンにするか。
まあ、はい。さすがに、はい、大丈夫か。うん。さすがにもう、さすがにここまでで、一郎落ちたら、どうしますか、うん、うん。多分、その当事者じゃなくて精査する位置が一番難しいと思ってて、この議論は。うん。だからもう、そう考えるしかないんじゃないんですかね。どうお考えですか、他の方とかクルムさんとか。いや、わかんないですけど落ちたんじゃないですか。なんかよくわかってないですけど、はい、なんかよくわかんないですよね。なんかわかんないですよね。なんか神宮寺さんか NG さんがどっちかがインポスターだとしてもなんかメリットなさそうだし、どっちがクルーだとしてもわかんないから、だからいや、メリットデメリットの話ってさ、だって弁当から出ちゃったってさ、出ちゃって切るまでが一連の流れだと思うんだけど、出ちゃった瞬間のボタンだったら、うん、まあメリットデメリットを考えるのも無駄かなって思う。ああ、まあ確かにね。なんかいや、分かんなかったら、うんうんうん、まあ直近の弁当って言ってたからね。神宮寺さんがインポスターで弁当から出て演技でやばいやばい危ない危ない危ない助かったって言って誰かに弁当だけ見たんです、誰かが入ってましたって言うのか ね対話ゲームをやってる人ほどうんってなってあの議論だったら神宮さんなんだけど、なんか議論の壁を突き破った反応を神宮さんがされてて、どう、でもあと可能なのって俺ぐらいですかね。それも考えたけどさすがにやめとくか。あ、そうなんですね。なんか LG さんのなんか発言は完全に神宮寺さんが出たっていう風な感じで、なんか見落とし、あ、見間違いはちょっと私追ってなかったんで。柿さんだった場合、神宮寺さんが絶対に視点落とさないといけないから、神宮寺さんの視点が柿さん外れてるからもういいんじゃない。それは足りえないってやつな気がするけどな。普通にパニックちゃうっていうこともあるから、頭がそこまで回ってなかったこともあるから、こういう発言が出ないとおかしいっていうのは足りえないんだよね。黒要素、普通にね、パニックちゃうこととかもあるし、あ、そうか、それもあるのか、あと冷静になって分かることもあるし。先のオレンジ、緑オレンジ、緑オレンジ、白、閉め、閉じ込まれた。白黒、緑オレンジ、白黒、オレンジ、白黒、一番最後だね、配前に湧いてやった方がいいな。じゃあオレンジ緑、オレンジ緑黒、議論だけじゃちょっと分かんなかったな、正直。はいはい。メインホールの右側で死んでました。発見してから
5秒ちょっと小部屋に誰か隠れてないかなとかも確認したので、若干のズレはあると思ってください。はい。メインにエンジン1だね、最終1。エンジン。で、アーカイブっていうか、昇降機か。昇降機とラウンジ11。はい、合ってます。あ、ラウンジゾニッキです。貨物で停電直してラウンジ入ってます。OK、それも終えてます。自分はゾニッキさんの行動を終えてます。アーカイブくらいで見たので。はい、僕とゾニッキさんどういう感じでメインとかです会いましたっけ？あとクロムさんも。どういう感じであったかな。タオルタスクやっててクロムさん下に行ったように見えてて、あとゾニキさんは、うん、前走ってどうだったかな。昇降機左側を直したのが先端さんで、あのヌーに乗って左側行って先端さん直してるなって思って、でぐるーって回って、確かタスクがあんまなくて、そのまんまエンジンメインシャワーアーカイブラウンジ貨物まで素通りしてった。あ、そこで見たのを覚えてるだけか。じゃあ直近で見たわけじゃないです。どっちが前か分かんないです。アーカイブから昇降機行った人って誰？最終僕っす。なんか行ったり来たりしてた？しました。ああ、そうなんだ。あ、違う、夏目先生が昇降機アーカイブから来たのかな。死体があるかなと思ってちょっと僕見に行きました。はい、ああ、そういうこと、ね。その辺の近々って感じかな多分。なんかちょっと弁当っぽく見えちゃったけど、そういうことであれば。とでは食べないと思います。全然、うん。ただ長い間、メイン3ではあった。俺がコックピット見てる感じだと。タスク、どんな感じですか？あと3つかな？あと結構あるな、ちょい。いやー、誰だ？誰なのか、ゾニキさんが無理そうぐらい？うん、エロちゃんもアドミン情報出してるから、無理で。その前に殺すっていうのは無理な。メインホール誰か通った人とかもいない？あ、通ってはいますね。じゃあ通ってはいる。ああ、夏目先生かクロムさんだと思うけど。いや、わかんねえな、正直わからん。直さなくてもいいけどな。いや、場所わかんないから助かる。宿舎前の時に黒、宿舎前黒白。オレンジだから大丈夫か。大丈夫かな。無理する必要ねえか。他の人は助かすんじゃないだろうし。右側に犯人いるから死なないはず。行くか。クロムさんだと思うけど違うかな。先生はちょっと分かんないな。先生それ
こそ推理考察になっちゃうからな、夏目先生は逆に。あ、ナイス。あ、めちゃくちゃナイスボタン、これ。ナイスだわ。あの、エロちゃんと私目線確定ですね、これ。うん。おそろかわでしょ。うん。うん、なるほどな。なるほど。トゥン、トゥンサンクロムさんじゃないの？夏目先生しかないから、まあ、僕、あ、僕からじゃダメなのか。トゥンサンクロムさんだと思う、僕は。あ、うん。違うのかな？ロカワさん。最終位置セキュリティでカメラ見てた。カメラ情報とかはない、映ってない。セキュリティにセンターさんとか行ったりとかは、いない。うん、あのアドミン情報で、はい、アドミン情報でセキュに、ミーティングルーム1でエロちゃんと自分が行動してたから、そのセキュにしたいプラス黒川クロムさんが、LGさん、いやーどっちもか、それがプース、わかる。普通ってか考えないんですよね。いや申し訳ない。エレジーさん申し訳ない。最後の、最後のな、アドミンがな、まだセキュリティだから、それが。いや、ナイス。え、あそこからアドミンまで行ってたの？はい。上からかな。うん。エロちゃんと自分が隠しろだから、ここ殺されたくないなと思って、途中からずっと殺してて。うん。よくないよ、その行動。よくない。ずっと2人いたの。あ、エロちゃんいるやん、殺。あ、狙撃さんいる。マジで時間経ってたから俺超怖かったんだよね、ゾンビさんと会うまで。エリジさんも後出しする人あんの？ボタン意識。ボタンがなかったんですよね、ヒロちゃんとゾンビ。そう。あ、そうそう、夏目のボタン意識が。あ、はい、ちょい早ければ。いや、ちょっと、誰にしても理解できんな。いや、もう3秒早く押せよ。ナイファイ。あ、エリジさんなんだ。はい。いやLG さんが焦ったそうです。はい、アメネコさんをセキュリティでキルした後に、キッチンルートを通って、セキュリティです。で、コミサボ直しに行って、まあ、僕は白取り行って、で、その後コックピットを見てる間にキルクールが溜まって、展望台デッキに1あるのみたいなんで、展望デッキやろうと思って弁当入ったら、神宮寺さんがちょうど多分弁当開いたのを見て逃げ出して、僕が近づいた瞬間にボタンが鳴っちゃって、見られたと思って、もうロラに持ち込もうと思って見たって言っちゃいました。なるほど。なんかめっちゃ後出しだったから、あ、僕ですか。うん、なんか深読みしちゃったな、めっちゃ。あ、いえ、普通に。あ、ごめん、トゥンさんマジで何もしてないのに申し訳ない。申し訳ないです、すいません。むしろ申し訳ないです、トゥンさん。トゥンさんと神宮寺さんに大変申し訳ありませんでした。いやいやいや、いやー、私は割とマジで助かったけど、LG さんは。シンプルに考えてしまったから。シンプルでよかったのか。なんか、エリーさんインポスターだったら、弁当が動いたって、神宮寺さんの流れに身を任せて、なんか適当にやり過ごせば。あ、違います。俺がね、カキさんが、ウェポンで僕を見た可能性があると思っていて、キッチンだとウェポンで、僕自身はインポスターだから見えてたか、カキさんが俺を見えてたか分かんなかったんで、上に抜けてるの見られたら僕の確定になっちゃうので、いや、見てなかったんすよ。ああ、マジか。だから、タンズリがすごい、てか、そもそもタンズリがあると思ってたんで、僕、神宮寺さん見られてたと思ったから、だから、せめてロラには持ち込もうと思って言いました。ロラ、大成功でしたね。まあまあ、結果論です。いや、すっげえ詰めましたね。すごかった。ごめんなさい、めっちゃ。いや、俺もね、ちょっとかなり考えしちゃったかなって思ってた。あれは多分、やってるほど分かんなくなる。やってるほどでしたね。僕も不毛だなと思いつつも、かきさんまで釣っちゃおうかなとかまで思っちゃった。あんまり釣ってよ。俺が殺されたでちょうどよかったっすね。単純に俺が強人みたいな動きしただけだったんで、ちょっとそこ面白かったです。いや、でも僕、変な動きしたんで、多分神宮寺さん目線だいぶ怪しいかな。まあそうなんですけど、もう何よりも僕は LG さん、何言ってんのこの人ってマジで思ってた。そんな感じだったから。まあ自分のことを弁当が出ちゃってから、まあじゃあこの人はインポスターだけで何か言ってんだろうなみたいな感じですよね。そう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 。インポスターであることはもう確定なんで、僕目線だけは。はい、何言ってんだろうと思って。一言も LG さんが出たって言ってないのにと思って。いや、僕はもう見られたと思っていました。勉強に。